どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、中国市場におけるテスラの販売ですが、直近の12月で 30% 下落する見通しが判明、さらに上海工場の生産を追加でストップする方針も報道されるなど、2023年の見通しに暗雲が立ち込める。2022年に日本で発売された電気自動車で最も優れた車種および2023年に最も注目している電気自動車のアンケート調査を実施、2023年以降に取り上げる動画内容のアップデートを含めて、今日本人が注目している電気自動車はどれなのかを徹底調査の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、中国市場におけるテスラの販売ですが、直近の12月で 30% 下落する見通しが判明してしまいました。まず今回の中国市場におけるテスラに関してですが、2022年に突入してからも順調に販売台数を伸ばすことに成功しながら、なんといっても7月中にも生産ラインを大規模に改修しながら大幅に生産体制を拡張することに成功、年間100万台規模の生産キャパシティを備えることになったことを受けて、ようやくその第3四半期から右ハンドル市場であるオーストラリアやニュージーランド、シンガポール、そして我々日本市場に対しても世界で最も売れている電気自動車であるモデル Y の納車をスタートするなど、いずれにしても地球上で圧倒的な人気 EV という称号を獲得するために、中国の上海工場を中心としてさらに販売台数を増やしていくものと言われていました。その一方で、足元の中国市場の EV の販売台数に関して、ちょうど2022年に突入してからいくつか懸念しなければならない点が浮上し始めたということであり、というのもまず中国市場における納期がだんだんと短くなっていたということであり、確かに現在の上海工場に関しては、先ほど取り上げた右ハンドル市場をはじめとして、特にヨーロッパ市場に対して大規模な出荷を続けていたという、言ってみれば世界のハブ工場の役割を担っていたわけですが、ようやくヨーロッパ市場向けのドイツ・ベルリンの車両生産工場が稼働をスタートしたことを受けて、少しずつではありますが上海工場からの車両を必要とせずにヨーロッパの需要を賄うことができ始めていること、それにもかかわらず上海工場の生産キャパシティが大幅に向上してしまった、つまりその大量生産体制の構築が完了してしまった上海工場の稼働率を引き上げるためにも、やはりお膝元である中国国内での販売台数を今以上に引き上げる必要性が出てきたわけなのです。しかしながら、その中国国内については本チャンネルが散々解説している通り、ようやくテスラに追随可能なガチンコの競合車種が次々と参入している状況、なんといってもミッドサイズセダンであるモデル3の競合車種がちょうど2022年後半から一気に市場に投入されていることによって、果たして2022年の後半にかけてどれほどモデル3の販売台数、そして中国テスラ全体の販売台数を維持することができるのかに大きな注目が集まっていたのです。そしてそのような背景において、今回新たに明らかになってきたことというのが、年末である2022年の12月中の週あたりの自動車保険登録台数の速報値であり、というのも中国市場に関わらず自動車の販売台数というのはあくまでも自動車メーカーが販売した台数のことを指すわけで、すると一般消費者に対する売上台数ではなく、あくまでも自動車ディーラーに対して卸すことのできた台数と同義であることから、実際に一般ユーザーの需要とイコール関係とならない場合がある。その一方で、この自動車保険の登録台数であれば、実際に一般ユーザーに対して車両が納車されて実際に公道での運用がスタートしていることを示すことから、特に中国市場においてはいわゆる自動車メーカーが公表する生産台数や販売台数とともに、この保険登録台数の数値もその自動車メーカーの真の動向を探るために重要視されているということなのです。そしてこの12月中の保険登録台数について明らかなトレンドが判明してしまったということで、それがやはり予測されていた通り、中国国内におけるテスラの保険登録台数が大幅に減ってしまっている状況ということで、こちらが12月19日から25日までの新エネルギー車の週間登録台数の速報値となりますが、やはり中国国内においては BYD が競合を一切寄せ付けないぶっちりの登録台数を独走している状況、その週間登録台数がなんと5万1000台オーバーということから、残念ながら当初の予定でもあった12月通しての月間販売台数28万台という目標は達成できない公算ですが、なんとか月間25万台程度の販売台数は達成見込みと、 BYD の歴史上最高の月間販売台数だけではなく、またしてもトヨタやフォルクスワーゲンを抑えて中国で最も売れた自動車メーカーに君臨する可能性も
十分考えられると思います。ところがテスラに関しては、なんとその登録台数が1万台を大きく割り込み、8915台にまで低迷してしまっている状況。すでに中国国内においては、BYD とは勝負にもなっていない状況だけではなく、テスラよりもさらに1ランク上のプレミアムセグメントで展開しているリオートの週間5000台オーバーだったり、ニオの2700台程度と比較してみても、まだまだ差が大きいように見えながら、なんといってもその前年同週と比較した登録台数の割合でいうと、やはりテスラだけが著しい落ち込みを記録してしまっているということなのです。また中国テスラに関する販売台数の誤解についても一挙に列挙していきたいと思いますが、まずこの12月度というのは、テスラが中国国内の販売台数に全振りする各四半期の最終月であるということから、海外マーケットに出荷を集中させているだけなのではないか、もしくは生産キャパシティが足りていないのではないかという反論は全く的を得ていません。次に、そもそもこの9000台以下という保険登録台数がどれほど問題であるのかという観点ですが、こちらが12月に突入してからのそれぞれの週の登録台数の変遷を示しているわけですが、この通り12月に突入してからというものを最高でも週あたり1万台程度の登録台数にしか達していないということから、12月25日までの登録台数の合計はおおよそ4万4000台弱程度、仮に31日までの登録台数が1万台程度達成していたとしても、その12月度全体の登録台数はどうやっても5万5000台程度にとどまるものと推測可能。そしてすでに中国テスラについては、この中国国内の需要低下を予測して12月中に生産した車両をヨーロッパ市場に出荷するというイレギュラー対応を行っていたことから、おそらくですが中国テスラの出荷分も全て含めたいわゆるホールセール台数というのが8万台程度になるのではないか。この数値というのはテスラの直近の11月度に記録した10万台オーバーというホールセール台数と比較しても 20% 程度もの悪化を示すということなのです。しかもその上、先ほど触れた通り中国テスラはイレギュラー対応として、もともと全てを中国国内で裁くはずの車両生産を中国国内で在庫になるのを防ぐために先行してヨーロッパ市場に出荷してしまっていた。すると中国市場だけでなくヨーロッパ市場においてもオーダー待ちの列が一気に短くなることを意味するわけで、もちろんベルリン工場の生産体制の拡張も相まって現在世界的に受注残が大幅に減ってしまっている状況。テスラの販売台数の予測で界隈から定評のあるトロイ・テスライク氏によれば、この通り上海工場の生産キャパシティの大幅増強の直前まではグローバルで50万台近い受注残があったにもかかわらず、12月に突入した段階ですでに16万台程度と3分の1程度にまで縮小してしまっているのです。したがってこの中国市場におけるテスラについては、直前で発表された保険登録台数の速報値から急速に販売台数が縮小していることが明らかとなってきている状況。特に12月度における登録台数というのは前年同月と比較して 28% 程度も悪化してしまっているということ。しかもその販売を手こ入れするために度重なる値下げやクレジットを適用していたにもかかわらず、その販売減少に歯止めがかからなくなってしまっているということ。これらの観点から、やはりこれまで一部で言われ続けていたテスラの中国国内における競争力低下問題というのはまず確定的であることが示された。他方で個人的にはただ単純に中国国内の COVID-19 の大流行による経済活動の停滞という要因だけではなく、競合の電気商社の急速な台頭によってテスラ以外にも電気商社の選択肢が増えてきていることからこその健全な市場原理が働き始めていることの方がむしろ要因として大きいと推測していますので、この推測が正しいのかについては2023年以降の競合の中国製 EV の販売台数の動向にも注視していく必要がありそうです。さらにテスラについては、この超巨大な生産キャパシティを有してしまった上海工場をどのようにして稼働率を向上させていくつもりなのか、すでに2019年の創業以降初めてとなる年末年始の生産ラインの停止だけでなく、1月の17日から31日までの追加の生産ライン停止というこれまでにはない動きが報道され始めてしまっていますが、もちろん生産能力を引き下げれば引き下げるほど工場の稼働率が下がり利益を圧迫しますので、果たしてこの1月度の生産ラインの停止が COVID-19 に対する一時的な生産縮小であるのか、それとも2023年通して生産体制を縮小させていくのかはさらに注目すべきポイント。極めて厳しい中国 EV 市場においてテスラの進化が試されている。
ということですね。2つ目のニュースに関してですが、2022年に日本で発売された電気自動車で最も優れた車種及び2023年に最も注目している電気自動車のアンケート調査を実施します。今回のアンケートに関してですが、本チャンネルが主導して、果たして2022年に最も優れた電気自動車はどの車種であるのか、中でも日本国内に限定した際と世界全体で発売された全ての EV とでどのような結果の差が現れるのか、まさにこれは現在の日本人が最新 EV に対してどのような評価を下してくるのかが明確となりますので、一人でも多くの方が回答するべきであるということになります。また2023年においてすでに発売が公表されている、もしくは発売が噂されている EV の中で果たしてどの車種に注目しているのか、その理由も含めてアンケートを同時に取ることによって、当然2023年に日本人がどのような EV を注目しているのかを可視化することができますし、本チャンネルとしてもこのアンケート結果を元にして2023年以降その注目車種を優先的に取り上げるなどという動画のクオリティ向上にも寄与することができそうです。ちなみにですが、すでに250件程度のアンケートを回収することができているわけですが、特に2023年に購入を真剣に検討している電気自動車としては中国 BYD の名前がちらほら確認できている状況、個人的には果たしてこの中からどれほどのユーザーが本当に中国製 EV を購入するのかには興味が湧いてきますし、また今回の2022年のベスト EV というアンケート項目についてはズバリ上位3車種をそれぞれ選択してもらい、上位から3ポイント、2ポイント、そして1ポイント割り振って最終的に2022年最も優れた電気自動車を勝手に選んでしまいたいと思いますので、こちらの2022年ベスト EV の結果についても今後動画で発表していきたいと思います。今回のアンケートについてはこの年末年始で回答を締め切りますので、本動画の概要欄のリンクから飛んでいただき 2,3 分で回答してしまうことをお勧めしたいと思います。いずれにしても本チャンネルをご覧になっている方が2022年に最も優れた EV としてどの車種をチョイスしてくるのか、そして2023年はどの電気自動車に注目しているのか、実際に購入検討をしているのか、ぜひともアンケートを通して日本人の EV に対する価値観を明らかにしていきたいと思います。アンケート回答いってらっしゃい。